新型コロナウイルスの後遺症について今日は深掘りしていきたいと思います福島市で後遺症の治療を行っている重原クリニックの重原院長に伺いました今、どんな状況なんでしょうか。こちらです はい、茂原院長によりますと、一日三人くらいの患者が訪れていると、感染者数がピークになった一ヶ月くらい後に感染患者が増え始める。半年以上残る人もいて、中には仕事を休む人もいる。多くは三ヶ月くらいで治ると話していました。斉藤さん、結構続くみたいですよね。だから単なる風邪って侮っちゃいけないってことですよね。やっぱりここが少しそういった対策としてのまあいい方悪いですか、まあモチベーションのようなものになってもらえれば、うん。 厚生労働省は国内最大規模の研究も行っていまして先月公表されました、その具体的な内容がこちらです内訳は軽症・無症状の人が25.1%、中等症1が41.8%。 中等症にが二十二点九パーセント、重症の人が十点二パーセントとなっています、はい。というのもですね、全国のコロナ患者千六十六例を対象にこれ調査を行っているんですけれども、え二千二十年一月から二千二十一年二月に入院した十八歳以上を対象に行われて、えこちらが内訳のその症状別ということになっております。で結果がですね下のグラフになるんですが、えー、細かいので具体的に見ていきましょう。赤が診断三ヶ月、黄色が診断六ヶ月、青が 12ヶ月たってもこれ症状がま残っていたというグラフでして最も多いのがこれですね倦怠感になるんですが3ヶ月後も 21%6 ヶ月後でも 16%1 年たってもこれ13%の方が残っていた呼吸困難も3ヶ月後は14%そして1年たっても9%でした筋力低下、集中力低下に関しても1年たっても8%ずつ。 脱毛というのもありますね。三<う>ヶ月後で十一パーセント、そして一年経って五パーセントの方が残っているでそのほか睡眠ですとか嗅覚あるいは脊柱痛味覚そして記憶障害と多様な症状が出ていることがわかりますが斉藤さんの周囲でもあるということですね。はい。あの私の弟がですね、はい、入院してそして退院して一ヶ月後、うん、でもまだ倦怠感が ずっと続いている、それぐらいの症状なわけですね、はい、子さんの周囲にも実はそうなんですよ実は両親が2週間ほど前に感染したんですけれど、はいま、うん、だにのどの痛みがあるというふうに話していました、ねうん、しかも、沖縄多いですから、うん、絶対数としては、もしかしたら後遺症の方の割合も多いのかもしれませんよね。はい、では、そのほかどんな特徴があるのでしょうか。 まずは世代なんですけれどもこちらです中年層に多い傾向があるということですで、その世代によって症状にじゃあ差はあるのかどうかですけれども、えー、高齢者の方は咳、胆、関節痛、筋肉痛などが多い一方で若年層の方は味覚、嗅覚、脱毛、えー、障害ですねで脱毛、頭痛などが多いということだそうです重症度も関係があるということで 重症度が高いほどこの後遺症の頻度も高いことが分かっていますただ今オミクロン株じゃないですかオミクロン株とデルタ株以前と今で症状に差はあるのかどうかこちらも茂原先生に最近の傾向を伺いました最近多いのは倦怠感とか咳まあこれまさに斉藤さんのその弟さんが当てはまるのかなと思いますで最近少なくなっているのは一方で 味覚嗅覚障害は少なくなっているというお話でした<ー>実際にそれを表すデータもありまして今年5月にですね、東京都のモニタリング会議で示された資料グラフがこちらになります緑色がオミクロン株で青がデルタ株のものなんですけれどもデルタ株の後遺症なんですが、えー、咳と倦怠感緑オミクロン株青デルタですけれども金子さん比較してどちらが多いですかねオミクロン株の方が多くなってますねそう緑の方がやはり 多くなっているんですよね、うん、咳は大体2倍近くという数字になっていることがわかります一方で味覚障害ここですねあるいはこの嗅覚障害これは明らかにデルタ株の方が多くなって今このオミクロン株下では少なくなっているのかなという状況です、まあ、ただまだまだ後遺症について解明されていないことの方が多いという状況ですからこの未知の症状にかからない対策というのも改めて当然大切になってくるということになります それでも新型コロナが陽性になってしまって後遺症かなと思ったときそういったときはどうすればよいでしょうか国は全国の自治体にアンケートを取りました後遺症が対応可能な医療機関をホームページなどで周知しているかどうかすると78%がしているではなくていないという状況でまだこの辺りの整備進んでいないのかなというのが現状です。福島県によりますと まずはかかりつけ医に行ってもらってそれでも回復しなければ大きな病院を紹介してもらってほしいとしていましたでは最終的にどうやって治療するんでしょうか重、うん、原院長によりますと治療には漢方薬や咳止めを処方することが多い、うん、それで基本的には良くなることが多いということですただ症状は多様なことが分かりました不安に感じる方も多いと思いますので自治体側のフォローアップ体制についても並行して考えていきたいところです。